お疲れ様です。プロのお酒塾、本日もスタートです。この前ですね、ウイスキーの初心者向け動画を配信させていただきました。ウイスキーにね、興味を持っていただいた方も多いんじゃないでしょうか。今日はですね、またハイボールでございます。今回はですね、ちょっと個性派のハイボールを3つご紹介します。ハイボールの作り方は以前私が動画でこちらご説明したんですけど、ブラックニカのハイボールだったわけですね。で、確かに間違いなく美味しいんですけど、今日のね、この動画を最後に見ていただければ、もう初心者、初めてお酒触るような人でも美味しいハイボールがまず作れます。その美味しいハイボールはなおかつ個性的でストーリーがたくさんあります。わあ、こんなハイボール飲んだことないって喜ばれるのは気合でございますので、ぜひね、最後までご覧になってくださいませ。お酒のことを知りたいなって人はぜひですね、チャンネル登録の方をお願いいたします。じゃあ1杯目ですね、ドンと。はい、これ見ただけにピンときた人はかなりのお酒粒でございます。神戸ハイボールを作っていきたいと思います。はい、前回前々回とこれの重要性について動画を配信させていただきました。まあね、正直ね、氷めんどくさいと、でもなんならもう製氷機から氷出すのもめんどくさいわっていう方にはこれはおすすめでございます。しかもめちゃくちゃ美味しいです。まあ簡単に言いますと、氷を使わないハイボールでございます。はい、じゃあ作っていきましょう。そんなめんどくさがり屋のあなたにもですね、ちょっとお願いしたいのはですね、こちらを冷凍庫にボーンと買ってきたらボーンと入れておいてください。はい、これを入れてないとまずお話になりませんよ。はい、ガスもですね、冷凍庫に冷やしておいてください。キンキンのね、グラスをご用意ください。キンキンと、はい、きました。ハイボールなんでソーダは使うんですけども、必ずですね、こちら炭酸の瓶にしてください。190ミリですね。これはウィリキンソン炭酸をぜひ使ってください。じゃあまず作っていきましょう。じゃあこちらのキンキンの各ハイボールをですね、なんとですね、70ミリ入れます。バーテンダーさんによっては60ミリの人もいれば80ミリの人もいるんですけども、この濃さがポイントでございます。これがね、美味しさの秘訣でございます。こっちだと70ミリですね。はい、はい、でここからがポイントでございます。炭酸の注ぎ方ですね。普段でしたら氷を受けてゆっくりと氷に当てないように隙間を狙うんですが、もう素早くがポイントです。これをですね、一気に入れます。はい、じゃあ入れますね。はい、入れて回します。はい、こういう感じで、ああいった感じでこうやってくるくる回して、もう最短で炭酸入れてください。でこの勢いでウイスキーを混ぜますので、こういったバースプーンもいりません。レモンピーですね、レモンの皮だけを剥いたものを香り付けして、で完成でございます。こちらでいただきたいと思います。おいしい、甘い、全然濃くないです。炭酸がね、強くてグラスも冷えてるんで、ね、できればね、グラスも薄口のグラスを使ってください。かすかに香るレモンピールがね、いやこれね、あーうまい、やっぱおいしいですね。これだと本当にバースプーンもいらないですし、氷の準備もいらないし、あと冷やしておくだけと。で、コツとしては炭酸をバッて入れるだけ。でももちろんもう家飲みなんで、レモンピールなんかなくてもいいですし、ぜひおすすめです。これ、うわー、やっぱうまい。なんかね、ほんと甘みがすごい感じます。僕あんまね、氷をね、核のハイボールとか好きじゃないんですけど、これはほんとおすすめでございますね。ぜひ作ってみてください。はい、ではですね、2杯目いきます。2杯目、はい、ディワーズですね。まあ、ディワーズはこれはめちゃくちゃ有名でございます。日本に限って言いますと、2012年から6年間ですね、何倍売れるようになったでしょうか。その2012年からこの6年間でなんと13倍です。ディワーズの中でもこのホワイトラベルですね、このラベルっていうのを選んでください。値段的にもですね、イオンでこの前買ったんですけど1300円でした、税込みで。スコッチなのに1300円でめちゃくちゃ美味しいっていうのがディワーズが流行った一番の要因でございます。まあとにかくですね、コスパがいいってわけですね。なんでこの13倍になったかっていうと、まあ先ほど言ったように、コスパがいいっていうのもあるんですけど、ハイボールブームが日本にありましたよね。このディワーズっていうのは世界で一番ハイボールに合うウイスキーって言われております。ハイボールが若い人たちの中でこう流行っていてですね、で、まあ、最初はやっぱりみんなブラックニカとかかけて飲むんだけど、まあ、そこでだんだんちょっともっと美味しいのないかってなった時に、次にディワーズに行くわけですね。でここでこの消費がバッチリあったわけですね。ブレンドのバランスがものすごくいいです。めちゃくちゃ薄く作ってもめちゃくちゃ濃く作っても美味しくできます。初心者の人が作っても味にバラつきはあんま出ないんですね。なのでタック飲みにもすごい最適です。はい、じゃあですね、ディワーズのハイボール作っていきたいと思います。できればですね、グラスは冷やしておいてください。今日はナハトマンでいきたいと思います。ポイント、ディワーズのハイボール作る時のポイントなんですけども、下の氷はですね、ちっちゃめの氷を入れます。なんでかって言いますとですね、こうやって混ぜるときにバースプーンが入りやすいっていうのと、あとですね、炭酸入れたときにこう下をですね、ソーダがくぐりやすくするためにちょっとちっちゃめの氷を入れてください。逆にですね、上はですね、炭酸が飛ばないように、炭酸を蓋をするような感じでこうぴったりの大きめの氷を使ってください。はい、まあこれはね、ここまでこだわるの、家飲みでこんなこだわる人はいないですけど、ディワーズのハイボールはですね、1対2が一番美味しいと言われております。まあ目分量でいいかなと思います。これは、氷をですね、ちょっと余計なあるからちょっと濃いめに今日は作ってみましょう。はい、出ました、ウィルキンソンさん。これ皆さんね、プロのお酒塾の熟成の方は、炭酸のウィルキンソンさんはケース返しておきましょう。これ以外使わないです僕。
はい、じゃあ氷を避けながら、そうですね、ゆっくりと酸を入れていきます。はい、で下がですね、氷が小さいとこの時にですね、結構ウイスキーは回ってくれます。でいかに炭酸を飛ばさないかっていうところが大事ですので、あんまり混ぜたくないんですね。炭酸を入れた勢いだけで混ざるようにするのがベストでございます。まあ、とはいってもですね、一回軽くは混ぜます。で、さっき下の氷が小さめなのでバースプーンがスッと入ります。で、ちょっと上に上げまして、あと1回転ですね、で、抜く。で、これで OK でございます。で、僕はレモンビールはちょっとリワーズに関してはいらないかなと思います。まあ、この辺はお好みでございます。レモンも絞らなくていいですね。僕はこのまま飲むのが一番好きでございます。では、いただきます。乾杯。あー、美味しい。濃いかなと思うんですけどね、これがね、全然絶妙な、あー、美味しい。この炭酸の強さとね、このモルトのブレンド、いや最高に美味しいですね。氷はめちゃくちゃ重要かなと思います。このね、上の氷はですね、前回の動画の、世界一楽して作る透明氷の作り方っていう方でご紹介します。アマゾンで買えるですね、氷を作るキットがありますので、そちらでできるものでございます。ぜひですね、家飲みの時にはこのハイボールね、家飲みで食べたらちょっと引きますよ。めちゃくちゃ美味しいです。はい、ではですね、最後3つ目のハイボールでございます。はい、ラフロイグのハイボールです。出ました、ラフロイグ。はい、まさかのラフロイグハイボールでございます。ラフロイグというのはですね、スコットランドのアイラ島って言って、私ね、これね、ラフロイグが好きすぎてアイラ島行ったことあるんですけど、会社の金で飲んだ人がセールが大事やっていうので有名でございます。ものすごい個性ですね。まあ、スコッチっていう、まあ、シングルモットっていうのはですね、もうそれぞれ蒸留所の個性っていうのはですけど、その中でもラフロイグがもう一番の個性と言われております。そもそもですね、ウイスキーっていうのは前回もお教えしたんですけども、割るっていうのはあんまり好まれません。ハイボールなんて持ってるほうがです。ロックもですね、ダメだと。せいぜい水を数滴垂らすだけっていうのはよく言われますね。まあ、作った人に失礼だと。まあ、シングルモットっていうのはストレートで飲むように作ってますので、ストレートで飲まないっていうのは、その作り手にも失礼だっていうところですね。僕がその最初、働いてたバーはですね、ものすごい敷居の高いバーでしたのでですね、マスターすいません、カランの12年をロックでお願いしますってオーダー当初はですね、帰ってもらえなさいって言われてました。みたいな。でその人は何、真っ赤なロックを飲むような人はうちの店に来なくて結構なんでっていう、まあ、そんなわけでですね、シングルモルトっていうのは割っちゃダメなんですが、もちろんラフロイグもシングルモルトです。しかも、ストレートを飲むのが一番美味しいと言われているラフロイグで、ハイボールっていうのはもう邪道も邪道だと言われてたんですけども、ちょっとね、僕も記憶ないんですけど、10年前ぐらいにですね、あるもう日本でも超トップクラスのバーって星さんかなかね、ラフロイグハイボール美味しいよみたいなことをね、記事で書かれたんですね。でそれで皆さんがえってなって試しに飲んでみたらめちゃくちゃ美味しかった。でそこから広まった記憶は僕の中ではあります。それまでは本当タブーやったんですけど、それよりも前に、ラフロイグのですね、アンバサダーですね、ラフロイグの味を世界に広めるっていう方が何人かいるんですけど、そういう人はですね、ラフロイグのコーラ割りとかソーダ割りっていうのをどんどんお勧めしてました。で、なんでラフロイグにハイボールかって言うとね、ラフロイグはですね、まあ皆さんに嗅いでもらったら分かるんですけど、スモーキーなんですけど、ソーダにですね、このスモーキーさがですね、うまく溶け合うっていうね、奇跡の配合になりました。はい、まあ死のごの言わずに、ね、作ってみましょう。でこのスモーキーさがですね、いっぱい身にすごい適しております。ラフロイグのハイボールはですね、ビール代わりにぜひ飲んでもらいたいと思います。追加としましては冷えたグラスですね、こちらに小さめの氷を1個だけです。容量を多くすることでビール代わりに飲んでもらってですね、もうシングルでいいと思います。はい、分量が多いですね。ちょっと薄めで、ビールの代わりに飲んでもらうって感じですね。はい、はい、でこれで完成でございます。で、ね、今日はちょっとね、せっかくなんでスモークのハイボールにこのスモーキーのガンをですね、入れていきたいと思います。はい、あ、もう燻製の匂いがすごいです。いきます。はい、じゃあスモーキーたっぷりのラフロイグハイボールいただきます。あー、美味しい。これ今3杯目ですよね。1杯目の飲みたい。ビールって結構苦みがあるじゃないですか。で、ね、ちょっとね、似てるんですね、この氷1個のラフロイグハイボール。これをね、ビール代わりに飲んでもらったらかっこいいかなと思います。まあ、糖質もオフですしね、お腹気になる方はぜひ飲んでみてください。はい、ということで今日の朝軸は、誰でも簡単にできるですね、個性派ハイボール3種類でございますね。絶品でございます。どれもこれも全て美味しかったです。いや、もうこれあったらもうビールいらないんじゃないかなって思うぐらい美味しかったですね。皆さんね、どれが一番気になったでしょうか。ぜひですね、ご気に入りの一杯を見つけてみてください。そしてですね、お友達とかですね、宅飲みでぜひ使ってみてください。はい、ということで、ね、本日も、プロの朝軸以上になります。楽しんでいただけましたでしょうか。ちょっとでもね、楽しかったとかですね、役に立ったと思ってもらえればですね、ぜひチャンネル登録の方していただいて、プロのお酒塾の塾生になっていただければ本当に僕は嬉しく思います。プロのお酒塾はですね、2日に1度、夕方6時に配信しておりますので、ぜひですね、また2日後お会いできれば嬉しいです。
はい、では今日は以上になります。お疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。ではさようなら。